やばいはいこんばんはやっほいえい週2の週2じゃない月1の配信ですこんにちはこんばんはよろしくお願いしますということで今日はなんと,、えー、っと4月に入って2回目の配信になります今日も来てくれてありがとうございますということですいません今日はちょっとこんあの時間をちょっと早めにしてもらって してるのですけどもちょっと来週からもこの時間帯で配信すると思うのでちょっとよろしくお願いしますこっちちょっとあの夕方とかだったらですねちょっとあれなんですよね打ち合わせとかがだったり食事行ったりしないといけない時がよくあるのでそのこの時間帯にさせてもらってますで髪型変えましたちなみにあのやっぱりあのですねあの長い髪の毛にしようと思って今日ね 家ののの近く行行っったたことない髪の毛切り屋さんに行ったんによそしたらめちゃくちゃ切られた髪の毛えぐい普通にここの上は切らないでって言ったのに切られたマジでやらかした普通に言葉通じんの怖いし行ったことない美容室行くの怖と思った普通に見てこの髪の毛似合ってるか似合ってる大丈夫かちょっと俺はねあのねあまりね気に入ってはないんですよ やっぱねー髪の毛切る人ってやっぱ大事だねと思ったわだから髪の毛染めはあと銀色にでこれで銀色染めたら良くない良くないかいやいいでしょう,そうプサンテてーったよマジプサンテ美味しかったでしょプサンテプサンテはぜひ行ってみてください僕のね先輩がね働いてるお店なんですけどもめちゃくちゃうまいですよ僕の先輩の あの中華料理屋じゃなくて、えっと、韓国料理屋ですいません中華料理と韓国料理を大変お間違えました行ってほしいわぜひめちゃくちゃ美味しいで本当にありがとう写真や画像を見せるようになりましたね <laughs> 写真や画像を見せるようになりました、ね、いということで今日も期待しといてください皆さん期待してぜひあのー、今は順調にっか黒くなったでしょみんな めちゃくちゃゃく真っっ黒になったわやばい本当に黒すぎるやだ最近なんかねタイはねあのー、日焼けしと黒いよりもね白い方がねモテるっていうけんね、あのー、俺はねちょっとねあんまり日焼けをしたくないんですけどもねあのー、タイ俺はそもそも焼けやすい体質でそれプラスなのであのー、もう普通に真っ黒です嫌 <laughs> ですねそうよタイはそうらしいよだけダメ 俺はモテん悔しい白にせないかまた黒くそう東高校の部活メニュー東高賀高校の部活のメニューを教えてくださいえー、っと月曜日から金曜日までの練習メニューを大体教えますまずは5次元目が終わった後にバスで博多博多駅の近くに学校があるから博多駅の近くの学校から、あのー、野球部のバスで授業終わったら急いで乗って でそのまままカシににあるグランドに行って、ま、ずはグランドに挨拶しますで急いでグランドに出てウォーミングアップしますで声出ししますその後キャッチボールからのシートノックからの打撃からのフリータイムみたいなで東福岡の野球は意外とフリータイム多かったような気がする自主練結構多めだと思うねいいいい監督ですよね ってうだけど俺は3年間スタンドいやばくない普通にマジでえぐいって高校野球甲子園出るために東福岡高校みたいな強いところ入ったら3年間スタンドえぐいって普通になんでおかしいやろ普通にこれは努力とかじゃあどうしようもできないのかもしんないって俺思ってしゃりないとかさ努力がどうとか,かとか言われるけどさあのね野球に関してとかスポーツに関してはね結構ね あのね俺夜遅くまで練習しよった自信があるんよ俺は俺は夜遅くまでね練習しよった自信があるんよね本当にそれなのにあの試合にも出れんかったし背番号ももらえんかったえぐいって普通に「野球の神様助けてよ本当に気づいたら3年間スタンドの上で普通にメガホン持ってずっと応援しよった」 えぐいってもう本当になんでしかも中学校の時とかにさ中3の時とかにさ練習行ったりするわけよ東のねあ高校のねその時に特待生の人たちとかがさ集まっとった時にさあのー、経歴を聞いたわけよそしたらボーイズリーグ日本代表の4番とか九州選抜の MVP とか九州選抜のキャッチャーとかおるっちゃんでキャッチボールするっちゃんボール受けるっちゃん あ,あ終わったわ俺の人生終わったわって思ったね本当にマジえぐいとレベル高すぎ普通に考えてミスったと思ったもんやべえあ俺が行く高校はこういう高校じゃなくて公立高校に行くべきだったんだなっていうことを改めて理解できましたね久しぶりお神奈川良野やね良野おるくねえマジえぐい良野開いた良野見に来てくれた嬉しいわ お少年も来てくれと「いや少年お前がいなくなってマジで寂しいぞ普通に考えてめちゃくちゃ寂しい早くもう一回戻ってきてください会いたいです僕はあなたはねマジでね少年のすごいところはねなんかねこういう27歳だからさもう今年多分もうその少なからずいろんな人と出会ってきたけどさそのやっぱまた会いたいなとか 思わわせててくれる人っなななかなか少ないわけじゃんその中にさやっぱ17歳にしかも遊び方とかも全く違うのに17歳にまた相手って思わされるような少年すごいねなんて言ったらいいか分かんないけどマジでなんて言って「野球は投げるのが得意」「いや投げるのも打つのも守るのも全て苦手」「走るのも苦手」全部苦手「全部苦手」「全部苦手」「野球だけはもう嫌だ」「したくない」「好きやけど」 人見知り直す人見知りを克服する方法いや分からんな人見知りを克服する方かいや分からん俺は俺もたまに人見知り出たりするからねだけど別に克服しようと思ったことはあんまないなうん分からんなどうだろうすいません全然当てになるような質問じゃなくて年取れば人見知りなくなりますかなくなるっちゃない確かに 年を取るるにつれて亡くなるかもね人見知りは確かにそれはそうかもしれないこの髪の毛似合ってる俺ちょっとマジでリア率直なリアルな意見を聞かせてみんなの似合ってる俺の肌綺麗やけどスキンケアなりしとるいやえっとね肌をね綺麗にしたいと思ってですね僕はあのタイの病院に通ったりしてます 1> 週1でだけど今回からはもう週1キャンペーンが終わったので次は週2からの治療を受けております似合ってるありがとう嬉しいめちゃくちゃ嬉しい髪の毛似合ってる嬉しい嬉しいこれでタイの女性にモテるかなタイの女性にモテるかな <laughs> それであのね俺ねめっちゃ面白いのがねまあ、まだこれもね痛いいんやけどねまだね タイのね、動画とかは出してないので言えないんですけどもタイ組の方はですねてかインドネシアすごいっすねインドネシア社長社長のやっぱ社長すごいなって思ったなあだってねコメント欄とか動画再生数増えてるのですごいなと思いましたけど僕も負けないように今はため時っすね作戦をそれでいつか一気にドカーンと投稿するので見といてくださいコメント欄タイ語で埋もれ散らかすんで 自信がありますみんな驚きますよ多分日本中のみんなが驚くようなことをするので期待しておいてくださいその,その時はマジで本当にみんなさあの向こうのチャンネルに上がったのも全部コメント言ってほしいしこっちに上がった動画も全部コメントしてくださいマジでそれだけは約束してここにいる今日見に来た3万人今,今のところで3万人の人たちマジでそれだけは頼んだよ本当にマジで可能性半端ない件 もちろんやった絶対来てその時はもう全部コメントして向こうに上がったタイの人とここに上がった動画とかだったりこっちで上がった動画とかはもうマジでコメントしてほしいもうね本当にねもうねやばいよマジでもうみんなに早く知らせて社長がやってねなんかね YouTube でねあのインドネシアの人たちがね コメントとかたくさんね、今、起用軒ね、やけんこそね、早く上げて、俺も早く上げてよーって思うけど、ああああってなるんですよ。はいそう、そうだけど、いいね、タイも攻めれて、インドネシアも攻めれたら、マジで一年で二か国一気に攻めれたら、それほど素晴らしいことないですよ、実際。だから、それできるように チームに貢献できるようにしっかりと作戦を練って頑張っていきたいんでマジで皆さんのお願いしますねマジで期待しといて金太あいつタイでただ遊んでただけじゃねえと思,思うけんまあも遊びながらもちゃんとあいつ仕事してたんだってはい思わせるのでしっかり見といてください 任して任してよマジみんな頼んだよマジでみんなで盛り上げて一気にみんなでまずは東南アジアをで一番だなろうまずはそしたらその後に違う国からもどんどん攻めていって最終的には世界一いいですねみんな期待しといて可能性しかないけん奇跡をこっちで数々と起こし続けてきたんでマジ奇跡起こしてるよ じゃあそうじわじあじあ、じゃあじわちょっとずつ焦らずにゆっくりマイペースにはいやっていこうと思いますいい感じなのでマジでみんなコントしてくれ人見知りは酒が入ればかるいやそうだねもし人見知りだったら酒飲んだ方がいいんじゃない酒酒飲んでから仲良くなったら人見知りは確かに酒で飲んだら酒飲んだら治るかもしれない銀太酒強いいや俺はねあのね 最初の方は弱かったやん、酒めちゃくちゃ弱くて多分社長とかもみんな知っとうけど社長も声も知っとうけどあのね、一番最初にね俺は名古屋に行った時ねウイスキーを1杯飲んだだけでまあまあ言うてあれパンパンやったけどねロックグラスパンパンのウイスキー1杯飲んで死んだんやけどまあ誰でも死ぬか今でも死ぬわ俺多分けどもほんとにそれ1杯で一瞬で死ぬような人やったっけん、ね、だけど今となっちゃ全然そのなるけんて、ね、聞こえないと声が。 あ、ごめん聞こえてないの声がでもお酒はマジで、あのー、強くなれますお酒は強くなれますおサラ・アホゲッチ送ってくれてありがとう聞こえたオッケーごめんね変なところ触ってたわ虫キングヘアいいねお前バカにしてんだろまたお前人のことをバカにしてこれが虫キングじゃあこれは何何カブトムシの何キャラ教えてくれ俺に これは何のキャラクターですかレベルについてずっとついていくありがとうワクチン3回いたいやそうワクチン3回いったわワクチン3回いきましたマジでね肩上がらんかったバリきつかったしてか相当体に悪いよね多分きっとワクチンいやってこういうこと言っていいのか分からんけどだってさ注射打ってさ服あのー、次の日とかあその。 注射打った何時ごろかにはさ体調悪くなったりさ腕が上がらんくなったりするって相当ヤバいよね実際ね体にほくろ増えたいや増えてねえよ増えたかもしれん日差しで <laughs> その時はあのほくろ取り台はだいたいミリ数によって変わるのでその分課金しといてください <laughs> それでほくろ取りますじゃあ僕 生きがいを教えてください。いや、今の生きがいは本当に海外進出が生きがいっすね。今やってて楽しいので。眉毛の上に何て書いてあるんですか眉毛の上には銀太と書いてあります。G-I-N-T-A、銀太、銀太。少年が課金したお前は何やってんだよ、ガキー。お前ちゃんと学校行ってんのかよ、ガキー。お前6位に入ってんじゃねえよ、ガキー。おい、6位に入ってんじゃねえよ。 おガキちょっと一回申請してこいガキガキ一回申請してこいお前ガキ千葉ニゃン坊主にしないの千葉ニゃン坊主にじゃあしようかなそろそろ金太くん好きありがとうございます鼻の上のほくろがは鼻とか目にほくろ増えてる気がするいや元からあんねんここらへんはここらへんは元からありますお 嬉しいくせに。おコラボ。お少年送ってみろよ。送ってお前、ひよって送って聞ききれねえのかお前は、ガキ。おい、ガキ、これ、申請とかあんのカタンしか銀太。ぽいくんが銀太君のこと天才って言って、いや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 。そんなことないっすよ。全然僕は、本当に普通の人っすよ。これが天才だったら、マジでみんな天才。 だけど俺はいつも何かを行動するときにいつも俺は天才なんだと思って行動してます俺はすげえやつだといつも何か大事な要件があるときだけ大事な要件があるときだけいつも自分に俺は天才だからできるって言ってます申請した本当かガキおいガキてめえ相手えぜおいおめえ少年ビッグくんよ どうやって申請したんだ教えてくれよどうやってしたら申請許可出せるとかいないやコラボできんくなったんじゃないああっぽいねっぽいねちょっとねお,お,いおいちゃんだからねおいちゃんになってるから使い方がどん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  SNS の使い方がわからなくなっていくんよ少年今フォローしたの金ちゃんもガキじゃねえおいやめろ おい言うなそういうこと俺がガキとか言うなおい大人俺はだけど心は子供少年は見た目ガキ心大人うん俺と真逆どっちがいいですかって話少年 <laughs> はいということで心も大人になっていこうと思います26歳ですよ僕アラウンドサーティーンですよアラウンドサーティーン マジやばいわ What the fuckI can't believe 早いないやマジで早いマジで早い気づいたらこんなところにもタトゥー入ってさこんなところにもタトゥー入ってもうダメよ気づいたらおらうたんですかはいそうですここに 銀って名前が書いたオラウタンですよろしくお願いしますうほほほウボウバナナちょうだいバカやろそうやってすぐ人あおるのやめなさいわかりましたか銀ちゃんたとかありがとうライムって呼んでくださいライム横はなんて書いてあるの I'm just me オラウタンだったんだあれためやないよありがとう今のうち中学でレプゼン今うちの中学でレプゼン流行ってるやっべえだろ 流行らせんな、中学校で中学校だけは流行らせんなダメ銀ちゃん頑張れありがとうチンパンジーみたいですねどうもありがとうございますチンパンジーですぶっ飛ばされたいですかはルヒって呼んでください今は質問してないね銀ちゃんの曲大好きですうわ嬉しいですありがとうございますまだちょっとね今ねほんとはですねあのみんなにも1月ぐらいの配信で言ったと思うんですけど 個人の歌を2曲ぐらい出そうと思ったけど今はそんなことをしてる場合じゃないぐらい忙しいのでそういうのであのまたちょっと伸びるんですけどもまたいつか上がった時にまた見てくれたら嬉しいです下ネタしか言わない人の対処法下ネタを超えていけばいいんですチンコ出してしまえばいいんですあっちが言ってくるんだったらチンコ出せばいいんですそしたらそれ以上なので何も言わなくなりますすすって読んでください楽しみ。 前世がチンパンジーなんですか違います。前世はカメレオンです。金卓のドームのドーム版の歌詞数よすぎ。めっちゃ褒めてくれるやん、みんないつも。ありがとうございます。ちんたの大冒険、銀ちゃんに会いたい。思いは神曲。ありがとう。ワックス教えて。ワックスは特に選んで決めたりしてないです。何でもいいかなと思ってます。特に選んだりはしませんね。 今日はたくさんここにコメントしてくださいそれで今日もインスタあの配信終わった後にインスタのストーリーでたくさんねあのタグ付けしてくださいそしたら僕それ見るの好きなのでお願いしますてんちゃんについて教えててんちゃんはな緒ぐんたさんとの思い出じゃぐんたさんとの思い出は一緒にあのウイスキー乾杯したよぐんたさんとびっくりだよ 普通に。グンタおるのやばい。しかも、かんね。普通に名前のやつ見たら、ちゃんと GUNTA なの。GA じゃ、GI じゃないと。GU なんよ。ガン、ガンタ。ガンタさん。グンタじゃない。あれ、ガンタって読む。あの、アメリカではガンって読む。あれを。U は、Understand の U と一緒です。ガンタ。似てる。グンタじゃない、そういや。ガンタ。 ガッガなのかそうそうガッ Are you ok? イントネーションガンタなんかギンん頭よく見えるいやおおおかしいだろ頭よく見えるいきなりこの発言からの今までのこの20分間こういう話をしとって頭よく見えたらやばいだろお前相当バカやな分かっとんぞ ジブリで一番何が好きジブリで一番好きなのはハールの動く城。ハールの動く城めっちゃ良くないだって扉開けたらさ、だっていろんなところに行けるっちゃう、ほぼ,どほぼ、ね、ドラえもんないよ、あれ。ほぼドラえもん。めっちゃいい。しかもあれ、感動するしね、バーバが。いいねー。ジブリ見に行きたいね。皆さんはどれが好きですか、ジブリ。ハール見たことないな、終わり。ハールも見たこともないのに、この配信来たのか。おい、一回見てからまた来るんじゃん。 <laughs> 銀ちゃん童顔じゃないかわいいありがとう童顔かな俺童顔なのごらんほら本田圭佑さんと会った時優しく嬉しかったそりゃ嬉しいでしょそりゃ嬉しいに決まっとおうばあんただって俺がいっちゃん好きな人やもん本田圭佑さんはいっちゃん好きな人できれば本田好いや俺一つミスったのがやっぱりね好きな人やっぱ俺一つミスったのがやっぱ好きな人と会った時は俺チンコ触ったりしたわけよで AK さんもめちゃくちゃ大好きでやっと会えたと思ってチンコ触ったし だけど本田圭佑さんの時も俺チンコ触っとけばよかったなと今になってマジで後悔だってさ普通に考えて本田圭佑さんのチンコ触ったことある人おるおらんやろこの世の中にそうやろ俺だけやもし触っとったらマジで後悔だって AK69 さんのさおちんちん触ったことある人おるおらんやろ男で俺だけよ多分うわあったけど本田圭佑さんのチンコを触っとけばよかったマジで後悔普通にもったいねえくそー あん時触っとけばねマジでみんなに自慢しちゃってうらこれ本田圭佑さんの触った手だぜチンチン触った手とか言ってマジで後悔してます本田圭佑さんののはダメダメ,ダメな向かいそうひよったいやひよいやったっていうまあひよるのももちろん第一前提としてありますけどもあとはあの触れる機会がなかった触れる機会がなかったねそう だってさ普通に考えてみ本田圭佑さん AC ミランの背番号10番とかよつけとったとよわかる AC ミランがどんだけすごいかっていうもうね言葉じゃ言い合わせないぐらいすごいよ何十億円プレーヤーがゴロゴロおるチームよ年間でサッカーボールを蹴って何十億稼ぐ人たちがそんなチームよそれの背番号10番 そんな人も,もう神やろ普通に考えてだヨーロッパ中の人は知ってるからねてかサッカー中だから世界中か金ちゃんイケメンありがとうだからやっぱり本田圭佑さんとか本田圭佑さんとかあと長友さんとかはやっぱりねその名前を知ってる人マジ多いね世界行っても。 ああ、イエスイエス、ケイスケ・ホンダとかだって、ユート・ナガトモとか言われたりするから、うわ、すげえな、やっぱサッカー世界だから。そう、すいません、鼻くそじりました。だから負けないように頑張ります。皆さんも、頼んだよ、マジで。キンちゃん、鼻筋取ってて綺麗マジ嬉しい。だけど、この鼻ね、2回骨折しとけ、曲がっとんよ。で、実際鼻筋そんな良くないと思う。本当はもうちょっとこっち側なんよ。で、ここを、 タキってそうどっちあったかいなそうこっち側に曲がっといてこっちに本当はパカッてすな、ね、らい,いかんけどそう曲がったまんまなんで骨折したんは普通に殴られたのと野球ボールが当たったやっぱ野球上手くないけんそのままボールがバーン当たってそれで骨折したここちょうどここらへんよかった真正面に当たらんで真っ正面に当たったらしんどった場合普通に鼻あっ 花もこんなんならぺちゃんこなってた殴られたそう中学校の時に殴られたっすマジでえぐいって金玉つげながらありがとう明日で15歳なので全力で祝ってほしい明日で15歳おめでとうございますあと5年後お酒飲めるねお酒おいしいお酒飲みてうまいもんね。 フォイ君の8分の7日本人って言ったの爆笑あーあーあの配信でフォイのやつ流れてますねそうフォイが七8分の1クォーターみたいななじゃ八8分の1ロシア人が入っとおけんということは8分の7日本人だよねってことになりますよねちょっとひろゆきっぽくなったわ銀貴初見ですありがとう初見さんいらっしゃいありがとう銀ちゃんグイなんでグイやねんお前なんでグイさせようとやきさんお前おいなんで俺がグイせんといかんとやったよ おわ聞きおろがって答えんしゃいってほらー成人式でお酒飲めんのつらすぎ私マジでなんでああそっか19歳だからまだ飲めないんだとか言ってこそっと飲むっちゃろうがあんた嫉妬お前俺俺嫉妬けんね銀ちゃんの歌毎日聞いてありがとうございます毎日聞いて銀旦な 銀ちゃんはくらくてよ、私のおばあちゃんち一緒行こう。やーばはくらく久しぶり聞いたわ。大学以来だわ。神奈川大学以来だわ。神奈川大学。銀ちゃん。え、大都市好きな四字熟語は何ですか。下剋上。これでいい。 銀太さん今日のカラフル T シャツ可愛い,い,やいいよねこれ。根性焼き治りましたか治りました。めっちゃ前なんで。あれ19歳ぐらいの頃っすね。マジでえぐいです、普通に辛い時思い聞いて元気もらってる。ありがとう。服ナイス。ありがとう。服ナイス。見てわかるんや。これ。ね。いいやろうが。ガスやろうが。ガスやろうが。が欲しかろうが。ほら。ほら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 。これ買ったぜ。 出店で買ったぜ出店ででもこれ700円ぐらいだぜ700円ぐらいで買えたぜ安いぜ安いぜタイは安いぜ物価安いし可愛い女の子おいしいしうーん人も優しい最高だぜもうタイから抜け出すの嫌だぜ俺は5月からインドネシアに行かないといけないぜタイにいたいぜ けどインドネシアもインドネシアで楽しいぜタイでおすすめのお店ありますかありすぎて言葉じゃ言い表せないぜぜひ自分のその足を使って行ってみてほしいぜそしたらきっといい出会いがあると俺は思ってるぜ動画バズってほじって嬉しいそうだぜお前らがそうやって嬉しいって言ってくれるそれ俺がめちゃくちゃ嬉しいんだぜ 感謝してるぜフィリピン行かないんですかフィリピンは行きたいんだけども今タイの仕事が順調だからフィリピンには行かないぜ金ちゃん横顔見たいじゃあ俺の横に来て俺の横顔見てみれ,ればいい話だぜということは今からタイに来いっていうことだぜ来れないのに横顔見たいなんてそんな生意気な発言聞俺は聞きたくないぜ タイ語喋れないとタイで生きていけないいや喋れなくても生きていけてるので多分生きていけることはできますはい普通になんかある程度英語喋れればいけますねぶっちゃけ「どうせツゴマおめでとうありがとうございますぜ銀ちゃん抱いて抱かせてほしいぜだって俺もう12月の終わりから1 1月2月3月と約3ヶ月以上日本人の女性抱いてないんだぜ」 そろそろ日本人の女性とエッチしたくなる年時間帯じゃないのかなうんそろそろ日本人とエッチしたいぜ <laughs> やばすぎそうっすねマジでそろそろ日本人が恋しいしマジで日本人が恋しい早く帰りてマジですやばすぎるやろんでもかんでもいいオーバー俺でもかんでもいいオーバーい LINE のアイコン 確かにそうですねタイ人抱いてるなそれは想像に任せるぜそれはあなたの想像に任せるぜ会いたいな会いに来てください大丈夫ですジーコって言んでタイ行きたいタイ置いてきてホームシックといや今年中にねワンチャンねタイでねライブができればいいかなと思ってますタイでライブバンコク事変ツアーそん時来てみんなマジでタイ来るっしょ もし今年タイでライブがあったら来ますか来るっしょ来ますかもしここで朝倉未来に勝てますかいい質問だね朝倉未来さんに勝てますかという質問をいただきましたうーん1秒もなく KO されます怖いですいやあのね 撮影したと朝倉未来君とね、くるさんと撮影したときね、あのね、マジでね、オーラが違ったもん、あっ、殺しに来るな、この人みたいな、そういうオーラをしとったっちゃ、もうね、ばり強い人の覇気が出とった。レイクレ知ってるあ知ってるよ、レイクレ。だって動画は全然見ないけど、名前とか知ってますよ。たまに見たりしたことあります。 レベゼンで一番好きな歌は俺はやっぱりレベゼンで一番好きな歌はあれだね、陰ろ無限大な夢の後のやりすない世の中じゃ操作常識外れもなってるになるけどそれバタフライおい,いいツッコミや。 めっちゃかっこいいありがとう。かげろう大好きいや、そうなんですよ。僕もかげろうめちゃくちゃ好きなんですよね。金タって日本人ですかいや、違います。タイと日本のハーフです。で、あのー、タイが、タイが八分の1入ってます。じゃあ、日本人やないか。嘘っすよ。ジュンジャパっす、僕。ジュンジャパ。マジハーフ、ハーフが良かったな。ハーフが。ハーフが良かった。ハーフっていうだけで、なんかかっこいいじゃん。 ライフも好き髪伸びて可愛いマジありがとうじゃあもっと伸ばしていくわもっともっと伸ばしていくわツンツンでいくわツンツンでンパ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 ン髪染めないな染めないな髪はいや染めるよ染めるよ本当は今日染める予定だったんだけど美容室知り合いの美容室が、あのー、17時からしか空いてなかったのでそれで そっちで予定とかいろいろあっていけなくてそれなので普通にそこら辺のお店で髪切ったんや昼間にそしたらこれ悪くないかなめっちゃ危なかったもっと上着トップ切られるとこやった痩せたいや痩せてないと思うよ多分普通だともう変わってないハーフ並みにイケメン余裕はめっちゃ褒めてくれるやんめっちゃ褒めてくれるやんけー んのの毛毛剃剃った、うん、剃ったたうてるよチンコの毛当たり前だい海外ではチンコの毛が反るのが普通ですだけどやっぱりアジア圏内はまだ剃るっていう文化がない文化っていうか、まあ、文化って言い方変か、あのー、アジア圏内はその剃るっていうのがあんまりないような気がするヨーロッパとか白人さんとかやっぱ黒人さんとかが多い地域はやっぱ剃ってるイメージが多いあるな チンゲとかマンゲを、ね、でもやっぱそのアジア系はやっぱ剃ってるのは少ないなっていうイメージですね僕の勝手なイメージなんですけどもでやっぱね剃ってなくても剃ってな剃ってない良さがあるし剃ってたら剃ってた良さがあるのでどっちとも大好きです結論やばすぎ草生えるわはいということで脱毛してるの脱毛してません髭脱毛とかする予定はないですいずれ僕はあの ヒゲとか生やしたいのでおっさんになった時にヒゲ生やしたりこうやってしてちょっとワイルドなねおっさんになってみたいなっていう勝手な自分の欲があるのでヒゲは剃,剃らないようにしあ脱毛いかないようにしてますすいませんフ,ルフリーメイソンの会員になったあそうだねな,りなったね愛って呼んでくださいイ最近流行って流行ってる言葉なんですか 最近流行ってる言葉はねーない <laughs> あ高麗大マイかー高麗大マイかーはあのー、タイ語で LINE 教えてください「<laughs> で高麗大舞かあ」「みなさん一緒にどう高麗大舞かあ<ー>」「それ言えばとりあえず LINE 教えてください」っていうことなのでめちゃくちゃ使えるのでつい男性の方たちはタイ 可愛い,い女性を見つけたときにみんなで一緒に高大高大あー、すみません声が聞こえてないそう、もしあすいません声が聞こえてないのでもう一回言いますもしこの配信を見てるこれからタイに行こうタイに行きたいって思ってる女性男性の方はぜひねタイに行って可愛い,い女性を見つけた時に 高来大舞かと言ってください。いきますよ。せーの。高来大舞かー。来大舞かー。言ってください。めちゃくちゃ言う。高来大舞かー。そしたら大丈夫です。勝率はどうですか教えません、勝率は。勝率は教えません。茨城に来て行くよ、もちろん。 タイ人に見えてきたやばいってサワリーかーサワディークラープタイ人に見えてきたやばいってでいそうなんだよね普通にタイにもいそうだしフィリピンにもいそうだし日本人にもいそうだし韓国にもいそうだしインドネシアにもいそうどんな顔やねん俺の顔 <laughs> どんなその地域に行ったらその地域に似とってるマジやばいってお前いそうやばいって どこにもいるやめろ、お前、そういうところにでもいるような顔みたいな、お前、お前それ全然ディスや。やめなさい猛虎断面食いたいっすね、でも猛虎断面を超えるほどの辛さとかがね全然平気でねこっちにあるけんね、マジでね、結構ね、辛さはね、木狂ってるからさだよ。多分日本人とか来たらマジで腹痛くなると思う。エイジアン f a イス DJ ギンターにそっくり、いやいやライカ like DJ ギンター。 Like DJ Ginter Asian face Asian face as not Asian 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 face Huang yeah Huan Please call me Ginta Ginta So Stella Tai My name is Ginta Titara Ginter, Ginter って言われる。発音いいよ、ありがとう。やったぜ、発音褒められた。何語喋れますかない日本語しか喋れん。英語はマジでしゃ喋、まあ、れるようにはなったけど、そのマジでペラペラではない。普通に喋れるぐらい。英会話、日常会話ができるぐらい。サワディ・クラー日本語を喋ってください。 やだーアメリカ恋しい。いや、そりゃ恋しいよ。アメリカに恋をしたもん俺。アメリカンドリームに恋をした。アメリカに恋をした。あんないい国ねえと思った。マジで行きたい。いつか住めるように、マジでいつか住めるように俺は頑張るしかありません。こらない,いまいかー。銀太って。 少年が彼女作るってマジかおい少年お前彼女作るのは別にいいけどさおほのぴ久しぶりほのぴ久しぶり,しぶりごめんね久しぶりでーすおい少年お前彼女作る前にまず俺らに連絡せなあかんちゃんおい勝手に彼女が作りよろうがあんたちゃんと教えてそしたら全部お前のねダメな情報を全部彼女に教えるけんうんダメなことえっ金太くん金ちゃん どっか行きましょうよサウナ行きましょうサウナ少年の真似、ね、少年サウナ行きましょう今日はどこ行くですか千葉どこ行くですか最近の楽しみ教えて仕事っすね仕事最近の楽しみはマジで仕事ぐらいしかない仕事と遊び仕事と遊ぶことかな趣味は特にやってません 趣味をやるほどあれじゃないので趣味はやってないですね仕事と遊びが大好きです昔からガネーシャに会いたい会いましたガネーシャには会ってません少年大阪ですぐ会えそうそうすぐ会えそうがねあいつの学校こそっと行こうかいなあいつの学校こそっと行ってからこいつ やばいっすよーとか先生に言いに行くばよ俺あんたお前そしてお前クビになるばよお前少年クビになるばよあんた少年早く会いてえな少年あそこでかい少年のあそこでかいかわからんいやまいまだ17歳18歳になってないからねあんたねそういう話はね少年、ね、笑い声聞こえるそう笑い声聞こえるよ 少年のチンポはまだ少年は17歳だからなまあそういう話しちゃいけないからなまあね言えないんだけどね今日だけ言おう普通パパ <laughs> 君車庫街千葉には笑ってるそう千葉の子聞かれる、ね、そう声下,に下の部屋にねみんながいるからそれで喋ってる声が聞こえてると思います なんと残り20分ですまだ伸びるねまだ伸びるねまだ伸びていこう普通銀立って泳げる泳げるよもちろん俺もともと小学校の時に2年間ぐらい2年間も習ってないから1年間ぐらいかな2年間ぐらいかなプール何年間かなめっちゃちっちゃい頃にね小1の時から小1の時プール習ってないから覚えてねえわでプール習った2年間ぐらいプール習ったことあるからそう泳げます バタフライ背泳ぎ平泳ぎ全部できますちなみにあと書道もできます一応俺四段も四段も取ってたから習字四段字綺麗だよだから習字四段取ってたからアパカッパーナムセア DJ 社長ダン俺だなだな決めてうおー会いたい私二段おお二段なんだすごい俺四段なんだよすげえじゃあ俺の方が上敬語使ってください 僕の習字のもえっとですね今日の配信は習字の段が高い人たちが偉いんですで僕4段もしも段も持ってない人いたらうんめちゃくちゃ俺よりした俺がここだったら段も階級も持ってない人ここあ画面から消えちゃった嘘嘘嘘す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  いやいや、嘘す嘘すいややっぱり本当 <laughs> やばすぎそろばんなら2級ですいませんおおそろばんか段持ってない顔長く見えるうーいいよ長くてあおりレベル100だるだる時だうわありがとう8ッ説8所説誰が8ュで決めるのかな俺が銀太 クリティカルヒッターこんな感じでピンチもチャンスに変えんだ俺はエンターテイナーレイザーレイサー来て今日も泳ぐプール俺はマジでお腹は今フールだから今日は行くぜナイトクラブいや腰を回してフラフープ好きな女優は 社長の今顔か前の顔どっちが好きですかいやどっちとも好きかな別にあんまり別にどっちでも良かったその別にかそのいいっすね別にその前が良かったとか今が良かったとかないっすね特においら17 9 17 9かおいじゃあ俺がここだったらお前は17級だからえー、っと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 ,、えー、っとここらへんかなあごめん画面から消えちゃった ごめん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 結構論外すぎて画面から消えちゃった <laughs> チンパンジーに見えてきたおい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 さっきからお前チンパンジーに見えてきたとか言いようけどお前43分ぐらいのね配信今43分ですけどあのね開始した1分ぐらいからチンパンジーに見えてきたってコメントたくさんあったぞお前マジでやばいぞお前,お前らじゃあもうチンパンジー見とうやんかお前43分間 ギンタさん、香りって呼んでほしいな。かおり。ライブ楽しみですか ?OK。白楽で会いましょう。白楽いけない。ビンビン。チンコビンビン。チンチビンビン。チンチビンビン。チンチビンビンタトゥー増えましたかいや、増えてない。足しか。だけど足,足は増やしましたね。タトゥー。おっと。残り15分なので、ちょっとランキング読みますね。リエ。花の香り。旅行銀。 エリーレペチカサボテンタケル少年ビッグレイシユ雪冬かゆいじりほのぴけい和歌山のリナチ、メチ、リナ、ミナミンタ、ともにのありがとうございます皆さん嬉しいですね嬉しいから皆さん僕がテンション上げてくだけじんてんてん テーション上げていくだけちょっとそこ待ってまずは俺の話を聞いて俺がし起こしたしすいませんラップをね編習してフリースタイルをやったんですけどやっぱうまくいきませんでしたかっこよすぎるありがとうございますあのねマジでねタイでねみんなにね奇跡を起こしたのでね早く奇跡を起こした作品をねみんなに見せたいんですけどもねなかなかねちょっとね あのまだ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 ちょっともうちょっと先になりそうなんですけど早くねみんなねもうあれに備えてそのもし配信するときはあの衝撃に備えて見とってやべえけんあんたやべえばいっつって金太やべえばいっつって見とってポテトハリネズミみたいで可愛いハリネズミみたいで可愛いやべえってネズミと一緒やねかお前。 ハリネズミみたいに可愛いに結局ネズミなんよドブネズミとも変わらんとよだってネズミやげん結局は針がついとうかついてないかの差で結局はネズミなんよじゃあダメやねえかそれはどんぐりに似てきたやべえってどんぐりってどんぐりはやばいってだって幼稚園生がみんな集めてさどんぐりを幼稚園生たちがよく集めてるでしょうが それをさよくね人に投げたりして遊んでるでしょうそれで俺がどんぐりに似てるって今言われてるよねうーん非常にけしからん <laughs> どんぐりコロコろ、うーんどんぐりコロコろねうーん転がりすぎちゃうよね あれはなんであそこまで転がっていくのかよく考えた結果なんだけどもまずは一つとしてその歩道整備が行われてないからではないでしょうか意味わからんものまねしようああそうですね因数分解なんて使ったことありますか因数分解は 小学校中学校高校といろいろな勉強をしますけども義務教育でねけども因数分解なんて卒業した後に義務教育を卒業した後に使ったことありますかないっしよねうん改めて義務教育を 改革する必要あるんじゃないですか誰の真似か分かった誰のまねか分かったやめてやめてでもね麻生さんはねほんとにね俺のね福岡県飯塚市のね地元のねほんとにね経済をめちゃくちゃ回しといてないどこ行っても麻生がついとっちゃう麻生ボール麻生スケートとかもう全て麻生ゴルフとか もうそんぐらい飯塚市のね景気をめちゃくちゃ回したことすごいとって飯塚市出身で麻生,麻生太郎の家のほはもう死ぬほどでかいバケモン級にでかいマジでビビり散らかすぐらいでかいそう結局はね義務教育っていうのはうん一回見直す必要があるんじゃないですかね あとついでに思うのが、レッペ・ゼン・フォックス。うん、あいつら5人組はねうん、やっぱ僕の地元、福岡ということもあってね、たぶん世界で活躍するんじゃないかな。いってない似てる似てない あそうさん会ったことあるない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 会ったことない同じ非公開けど同じ非公開けど内容やるうんそうだねぇ夜ご飯うんまあ別に何でもいいんだけどまあ俺レベルになってくるとねうん因数分解必要ないんじゃないんですか 結局夜ご飯食べに行きますだけど僕の今の脳みそは義務教育を変えたくて仕方がない脳みそになってるわけということは飯を食いながらでも因数分解のことを考えるわけですよそのままなった時に美味しいご飯食べてても美味しいと思いますか 美味しいわけないうんだからですだからうん安い飯食えばうんいいんじゃないかな全然意味やから全然意味やから他のモノマネ消されるよいや俺はチュッチュチュッチュいいわけ 二次方程式の二次方程式がわからんそもそも二次方程式がわからん残り10分です今日も来てくれてありがとうございます残り10分間みんなで楽しみましょうショーショータイムクリカー S ショータイム安倍総理安倍総理の発言本気とも決まって,っていや違う安倍総理リ分わからんなほくろ紹介してくださいこの目の下にあるのは太郎ちゃんでここが あの顔の中心にあるのであの指原と呼んでます指原顔の中心にあるので指原あっで指原は AKB の中心だからここ入って指原 <laughs> ふきばきばき割れる嫌になってふきばきやる愛見せて愛見せちゃーばい戦争止めてきて戦争に関してはね、うん 俺はねうんこれに関しては難しいですねなんかねもうねこれでもねなんかいろんな動画を見よったけど何が正しいかが分からんなんかウクライナスニュースで流れとうやつとさまた YouTube 限定だけで流れとうなんかいざそのなんてちゃんと一人何て言うんだろう YouTuber さんとかがさとかさあのレポーターさんとかがさ、うん ったニュースで流れ通う動画とさ何て言うんだろういざ YouTube の中にある動画とかでもさまたいろんな人の意見もあって全然なんかどれが正しいのかが分からません難しいちょっとやめましょうこういう話は苦手なので TikTok で戦争のライブやってるのやばいどういうこと スクショタイムください。好きな時に写真撮ってください。スクショタイムなんてあげません。トゥンメンバーと連絡取ってますかもちろん取ってますよ。メンバーと連絡。雪だるまさん好き。ありがとう。俺も好き。腹筋まだピクピクできる。腹筋はね、まだまだピクピクできますよ。この腹筋は。 やっぱり昔からね鍛えてたからねサッカー習ってたいや習ってないけどリフティングができる結婚して結婚はねちょっとできないですねだけどうーん義務教育はね一度見直すべきですよ 最後にまた義務教育マグロの煮つけって呼んでくださいマグロの煮つけって呼ばれた君はどうなんですか<ー>くるみずきさんありがとうございますくるみずきさんあいつきって言ってくださいわっくんのコンビ銀太ライブ結婚願望ありますか結婚願望はもちろんありますだけど出会えるか心配です多分出会えません 僕は自分で分かりますなんとなく出会えなさそうな気がしますもし結婚するときってなったとき僕あの結婚しまーすってツイートしたらツイートしても大丈夫もしいきなり結婚してたときダメに決まってんだろうなええよなだけどそんなこと言わないで再婚したい再婚したいってやばいだろ再婚したいってまだ付き合う結婚してるってことあ離婚したいかそしたら ファンに手出せば結婚できるよそういう時はもうもし俺が結婚できなかったらファンの方結婚してください僕と頼んだその時は無理悲しくなるとか言われる嬉しいけど残念結婚したらもしもしその時は受け入れてくれる受け入れてくれない悲しくなっちゃう嬉しいわそう言ってくれて 俺と結婚しようお前と結婚絶対無理だよやだやだやだマスオ TV と結婚しましょうマスオ TV って誰ギンタロスギンタロスギンタはロス一人考えるよ心配になったりする I'm now in loss 人種を超えてゆく頭抱える夜不安になったりするただの髪切れが人を変えてゆく夢と現実の狭間でもがき続ける朝まで無理して笑顔つくたって 心の穴が開くだけなら。残り三分です。残り三分。残り三分。食べたいガッパオライス。歌うまいありがとう。上手くないけどな。どうやって上手くないけど、上手いって言ってくれる君たちは本当に神様だよ。 早いねありがとうけど今日も早かったっすねもう約30残り3分40秒だよもうここ戻れないよ過去にはもう今日の配信が長く続け続け続けって思ってもあと残り3分30秒だよ惑星のさきちゃんありがとう僕は君からもらった1000ポイントで、うん、ガバオライス約6杯分食べれちゃうよ バオライス6杯食べちゃうからね好き好きありがとうその好きを受け取ったままカバオライス食べるよ俺の名前タトゥー入れてバカじゃないのなんであなたの名前タトゥー入れないといけないの普通に考えたら分かるよね <laughs> 物価安いそうだよタイは物価めちゃくちゃ安いよ最高だよ んちゃんの歌でいつも元気にもらってますこれからも頑張ってくださいありがとうございます君みたいな人がいたくさん増えるように僕も頑張るよ初見絶対君初見じゃないよなやばいやばいやばい残り2分半だよマジでもう,もう終わっちゃうよどこに行ったら会えるどこに行っても会えるよタイに来たら会えるかもね日本じゃ今はずっと会えないよ タイに来るか、インドネシアに来るか、うーん。それしか方法はないかもね。DJ 竹谷って呼んでください。DJ カボチャ。タイ行く。行ってらっしゃい。その間に俺日本帰るね。逆立ちして。無理。なんで君のために逆立ちしないといけないの ということで、ありがとうございました、今日も、あと残り2分です、2分と40秒ぐらい約、本当に今日も来てくれてありがとうございます、毎週金曜日、多分いつも、えっと、7時ぐらいから、こんぐらいの時間帯からの配信になっちゃうんですけども、ぜひぜひ皆さん見に来て、はい、僕をちゃかしに、たくさん茶化しに来て、おい、クソブセおい、お前面白くねえぞ。 などなどたくさんのディスコメントをお持ちしております。でもねディスコメントをくれるだけでも幸せです。コメントない人よりかはマシなので。はいだからのでディスコメントでも何でもいいのでたくさんお持ちしております。今日も来てくれてありがとうございます。土曜日だよ。そうだよ。今日は土曜日だよ。僕ミスってたからクソブスって何でも言ってくださいって言った後にすぐクソブスってコメントが来たよ。そんな君のハートはマジでクソブス。<laughs> 面白すぎディスコメント大丈夫だん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 来てください。もうみんなのおかげで、もっともっとメンタル強くしていくんだからね。ありがとう。僕、ミッキー、今日は約ディズニーランドに2億人のお客さんが来てくれたから約何ドでお金たくさん儲かっちゃってお疲れ様でした。マリオカリーブー ということであのこれからの僕らの活動に期待しといてくださいレイペゼンフォックス一同の活動にマジで期待しといてくださいマジでかち上げフルバースト祭りするんではい今日はありがとうございましたマリオカーピー残り9秒ありがとう今日も来てくれてじゃあまた明日も来てくださいそしてあの TikTok とか インスタ、フェイスブックなどいろいろやってるのでしっかり皆さんのコメントだったりいいねお待ちしておりますフェイスブック特にフォローしてほしいです今フェイスブック頑張ってるんでお願いします